佐藤春彦は、日本の政治家。千葉県横芝光町長。元横芝町議会議員。千葉県山武郡横芝町生まれ。横芝町立横芝小学校。横芝町立横芝中学校。千葉県立鳴東高等学校卒業。1979年3月、明治大学商学部卒業。1995年、横芝町議会議員に初当選。1999年、再選。2006年3月27日、匝瑳郡光町と山武郡横芝町が合併し、横芝光町が発足。同年4月23日に行われた、横芝光町長選挙に立候補し初当選。初代町長に就任した。2010年、旧光町の人々の支援を受けた前、横芝光町議会議員の斉藤孝氏に敗れ、落選。2012年2月6日午前1時25分頃、斉藤孝町長の妻が、夫が暴れていると、119番通報。斉藤は家を飛び出して、栗山川に身投げし、カッターナイフで、自らの首を何度も切りつけた。病院に搬送されたが、約3時間後に死亡した。その、斉藤の死去に伴って3月25日に行われた町長選挙に立候補し、2期目の当選を果たした。2020年、無投票により4選。2018年、横芝光町は、町民の健康づくりの推進などを目的とした、包括連携協定を DHC と締結した。災害時に避難者向けの健康食品などの提供を受ける取り決めをした。その後、DHC は2020年11月、吉田義明会長名で在日韓国、朝鮮人に対する偏見に満ちた差別、蔑視発言を同社の公式ウェブサイトに掲載。2021年4月9日、DHC はさらに吉田の差別発言を掲載。吉田は、NHK は、幹部、アナウンサー、社員のほとんどが、コリアン系、NHK は、日本の敵と述べた。2021年5月24日、佐藤は吉田の文章が差別的で容認できないとして DHC に協定を解約することを決めた通知文書を送付した。6月末で協定は解消される見通し。ありがとうございます。